ただし本人は認めたからないがそれなりに脳筋なのできちんと操縦するべきである。はい、ということは自分は脳筋と思ってないってことなんだね。あ、そうですね、なるほどね。性格設定上スパルタ人の中では計算が多少できるというか計算、え、ちょっと待って、そこだけ詳しく教えてすごくこれ重要なことを言ってる。なんで重大なことって言ったかっていうと、スパルタでは計算禁止なので、あー NG スパルタでは計算禁止ですやばい、待って、すごい脳筋に思われた今違うね、これね。ちょっと引き続き、サーバーの方見ていきたいと思います。さっきからヘクトルがずっと出てるのは最近ヘクトルを押してくれているからなんですね。そうですね、まあ、前回の収録からちょっとヘクトルのことが気になってあ、なるほどなるほどさっきからチラ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 おじさん出てくるけどどうしたのかなと思ったらそっかそっか、これ増田さんの設定なんですね。あ、そうですね、自分のマイルームに今回は置かせていただいております。なるほどなるほど、はい、けどちょっと今回はまた別の方々を、はい、別にちょっと見ていきたいと思います。あー、神話が終わってしまった。そっか、こっから神話が終わって、うん、何の人間の時代、まあ、歴史時代って言ってもいいかもしれないですね。あの、今までは神話時代の人たちをずっとやってきてて、はい、あ、つまり実在はしてないと思われる神々とか、まあ、英雄たちをやってきていて、ここから先は神話じゃなくて歴史時代。歴史時代で一つ注意してほしいのは、私たちから見ると神話の架空のキャラクターなんだけど、古代ギリシャ人からするとあのアキレウスもヘクトルもオデュッセウスも実際にいた人々で、あの、例えばアリストテレスみたいなどんな批判的な人ですら、あのアキレウスの実在を疑ったことはないので、あの、そこは注意ですね。だいぶ感覚は違いますね、うん、そうだね、現代とは。そうそうそう、うん、現代とは違う感覚ですね、やっぱり。で、今から見るのがその歴史時代と。そうですね、歴史時代ですね、来たよ、はい。で、今映ってるのがレオニダスさんなんですが、ちょっと 3D 版のレオニダスさんが今回と 3D 版って何?3 次元になるの?そうですね、ちょっと見れるのでそちらの方で見たいと思います。サーバント、ランサー、スパルタ王レオニダス、ここに着いたん。そういう感じで、はい、今ちょっと 3D 版の、はい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 、これアーケード版ですね。 FGO アーケード版あるんで、はいはいはい、そちらの映像で今ちょっと紹介させていただきます。一番最初に多分全員のキャラクターというかラインナップ見てたけど、はい、古代ギリシャで歴史時代の人この人だけだもんねそうですね、だからさもうレオニダスに全部かかってんだよ古代ギリシャの歴史はさもう神話はいいんだよ、あんだけいるからさ、あの、もうね、めちゃくちゃ語られたじゃないみんな、はい、もうね、歴史の話しよういくらなんでも全てを背負ってる方という。もうすべて古代ギリシャの1200年の歴史を全て背負った男、レオニダス重いな、いや重いよ、やっぱりレオニダスしか生き残んなかったんだもんなそう、毛色が違いますね、スパルタの王ですなんか見た目も結構なんていうんですかね、なんかものすごいスパルタを感じるというか。ちょっと待って。ちょっと私に詳しく聞きたいんだけど、あの、はい、増田さんの言うスパルタを感じるところって例えばどこなの？裸。なるほどね。裸マントってことだ。そうですね。はい、あとあの兜とかがアサシンクリードの方でもこういう兜があったし、はい、やっぱ盾。はいはいはい、でかい盾を持ってる、はい、で槍も持ってる、はいはいはい、なんかその要素でかなり古代ギリシャの、まあ、スパルタ要素を感じるというか、あと赤すごい満点だ。そうか、そうですね、わかりますわかります、あの、多分ね300のイメージだと思うんですよ、あの、はい、それちょっと悪いことじゃないんですけど、あのやっぱ300ってスパルタ映画があまりにも人気で、はい、でその時にさ、スパルタ人が赤いマントで裸だったから、でそれで戦ってたからみんなあの印象がすごく強くて、最近のスパルタ人も全員裸なんだけど全員、あ、そう、あ、違うんですか、本来。当時はもちろん甲冑をつけてたよ、だって刺さったら死んじゃうじゃん裸で行く意味はないそうです。裸で行く意味はなくて、ファン1で裸でマントかぶってっていうのはかなりそのデフォルメされて強調された感じの雰囲気だから、そうですね、やっぱりあの映画の影響が強かったんだな、まあ、全体映画としてはこういう感じですね。やっぱね、スパルタといったらもうこうだよなそうそうそう。で、一応そのデザイン担当の方のコメントが実は、資料集の方にありまして、まあ、レオニダス1世が主役の某有名映画を意識せず囚われないデザインを心がけようと意識しすぎて大変悩んだ、しかし結局のところ誰にでも分かりやすくシンプルに伝わる今の形となったというコメントがありますね。やっぱりそうだよね、
ちょっと今までの話総合すると、はい、現代のイメージが結構反映されるみたいなことを言ってたよね、はい、なんていうの、降臨するときに元の姿というよりは今の私たちが持っているイメージが具現化されたりするっていうふうにおっしゃってたと思うんで、そうだよね、やっぱ300とかそれほどまでに大きかったんだろうなそうですね、まあ、デザイン担当の方もかなり悩んだという感じだったので、はい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 、いやそうだな、ただこのデザイン担当の方が意識なさったかわからないけど、よくさ映画とかでさ縦にラムダの模様を入れちゃうのね、あなんか A みたいなやつね、朝栗とかもそんな感じですもんね、でしょ、あれねみんなねやっちゃうんだけど、この時代にはないのよあれは、そこがすごいな、絶対にこれラムダになってるだろうなと思ったけど、よく見たら縦の模様はラムダにしていない、これだいぶシンプルですもんね、すごいですねこれは、みんな安易にラムダ入れちゃうんだもんラムダのイメージが強いですね、本当にスパルタって言ったら、そうでしょ、スパルタってラムダのイメージで、縦にでっかくさラムダって書いてあって、で、たまにそのみんなが海外とかでコスなんかみんなこの300とか好きだからさ、コスプレするときにさ縦を持つんだけど、みんなね V で持っちゃってるのね、あの V で逆逆みたいな、それ V じゃないんだよラムダなんて逆逆ってそういうことをずっと見てきたからさ、まあ、そもそもラムダじゃないしそれ逆だしっていう時がね結構あった、確かにみんな勘違いしがちなポイントではある、そうだねこの時にはラムダじゃないっていうもっと後の時代ねラムダ、しかもどのくらいラムダだったかもわからないからね、はい、うん、まあ、せっかくなのでこのままレオニダスさん見ていくと、はい、まあ、最終的にレベル上がると、まあ、素顔をあらわにして、まあ、鎧もなくなってしまうんですが、はいはいはい、まあ、こういう形で、はい、あこれは意外だなやっぱり、髪の毛短いんだ、だいぶ短髪ない感じがありますね、はいはいはい、髪の毛が何かあるんですか、そうね、スパルタ人は髪の毛を、伸ばす、人たちなので、あほうほう、そう、あの紀元前5世紀ぐらいにタイムスリップして、もし髪の長い人がいたら魔術師かスパルタ人の可能性が高いから気をつけた方がいい気をつけた方がいい、気をつけた方がいい、スパルタ人もちょっと気をつけた方がいい、スパルタ人こそ気をつけた方がいいそうですね、どういう設定なんだろうな、そうスパルタ人って基本的に髪が長い設定だから、この人最後にはクセルクセス王に結構珍しいことなんだけど首をはねられて、それで晒し首にされたから、まあ、その時に髪の毛が切られちゃったのかな、そういう設定なのかなとかねちょっと今思ってる、それはどうなんだろう、本当にそうかわからないけど、はいはい、一応そのレオニダスの、まあ、設定というか、まあ、性格設定とかいろいろありまして、はい、まあ、一言で言うと、まあ、かなり脳筋タイプではそのゲーム内で出てくるんですね、はい、はいはいはい、まあ、スパルタ人だからね、はい、ですごいなんかその、まあ、口調自体は丁寧なんですけど、まあ、すごい暑苦しい人で、うんうんうん、まあ、見るかに筋肉とかすごいんですけど、はいはい、でまあ、とにかく鍛錬とか、はいはいはい、まあ、訓練が好きで、まあ、その主人公とかにもその筋トレとかをやれて進めてくるような体育会系な感じなのかなっていうその性格自体は、うん、スパルタ人だねスパルタ人それはスパルタ人だからだと思う、うん、そうで、はい、なのでなんかちょっとショートカット風なのかなってな個人的に思ったんですけど、それはまあ、まあ、定かではないって感じですね、公式設定では、あはいはいはい、なんで短髪なのかわからないっていう感じですね、はいはいはい、という感じの性格をしているという感じですね、じゃちょっと早速プロフィールの方をいきたいと思います、はい、スパルタ教育という語源となった国、スパルタの王、はい、アゴーガーだな、あごめん、スパルタ教育のことアゴーガーって言うんですけど、あ、アゴーガーっていうふうに言います、軍事訓練のことですね、はい、今はスパルタ教育って言いますけど、うん、侵攻する10万人のペルシャ軍を食い止めるためわずか300人で立ち向かったテルモピュライの戦いで有名、おっと、なるほど、あのあれだな、10万人って書いてあるけど現実的な数字出してきたな、あれこれだいぶ少ないんですか、めちゃめちゃ少ないよだって10万人って今初めて見たぐらい持ってないな、ごめんね、今って思ったと思うんだけど、だいぶ多いですから、だいぶ多いなと思ったら何を言ってんすかちょっと待って、歴史の父ヘロドトス先生ね、ヘロドトスの歴史の中でね、このテルモピュライの戦い書いてあるんだけど、ペルシャ軍200万よ20倍、ヘロドトスさんは200万って言ってて、さらにもっと後の資料だと300万っていうふうに言ってるから、こんなに持ってないの初めて見た、なんでこの10万って数が出てきてるかっていうと、あのヘロドトス先生が現代的な視点から見てこれめちゃくちゃ持ってるよねやっぱってことになって、現実的な数をこうね模索して、あ実際はその桁を間違えてて20万だったんじゃないかっていうのがおそらくありそうなところで、
でさらにその半分ってことだから、あのかなりシビアな数を出してきてる、はいはい、本当にありえそうな数を出してきてるかなって今ちょっと思った。確かに10万だったらまあそうではあるというか200万の大軍移動させてるイメージがあんま湧かないと。そうなんだよ、200万はさすがにさ、ヘロドトス先生盛りすぎよなんかさすごい面白くてさ、200万の兵のところ書いてて、あのヘロドトスがね、例えば歩兵が何百万いて、弓兵が何百万いて、でそこに補給兵とかがいて、ただこれだけの200万っていう軍勢には、例えばそこについてくる、食事係とか女性とかも含めてませんと。一体ここまでの軍勢の兵糧をどうしてるんだろうなみたいな、なんか私にはとっても見当がつかないって書いてていやそこを書いてよヘロドトスっていうのね、しかもありえないでしょ200万点っていうね、なんかねそれがねちょっとヘロドトスです面白いところで、ね、意外と詳細詰めないそうそうそう、しかも艦隊に詰めて動かしてペルシャからギリシャに遠征してくるってことだから200万だぜ。あ、そもそもさ船で来たんですもん。あ、そう船で来るのと陸で陸を渡ってくるの両方あるんだけど、いやそれはね無理ですわ船も結構膨大な数いりそうですね船はどのぐらいだかな、あとヘロドトス先生の自己申告だと自己申告、どのぐらいだったかな、2000か3000だったと思う。だから古代ギリシャ人が神話上でトロイア戦争の時に遠征したのが1186隻だから、トロイア戦争すら超えてる量ですよね。だいぶそう、本当に怖かったね、この時は本当に怖かったで、まあプロフィール1、あ、身長体重188センチ、これは、うん、オデュッセウスは179だったんで、はい、だけどオデュッセウスは神話時代の人で、はい、なるほどな、古代ギリシャ人的な設定では、はい、古い時代の人たちの方が身長が高いので、オデュッセウスぐらいの年代間だと179は低い方だなって思うんですけど、はい、周りの人たちから比べて、はい、だけど史実の人たちで紀元前4世紀の古代ギリシャ人の身長で188はすごい高い。あ、めちゃくちゃ高い、めちゃくちゃ高い。この時の平均身長、古代ギリシャ人は男性で165センチ。ほうほう、だから相当高いですよね、うん、だいぶ体格いい感じですね、100キロ超えてるし。そうそうそうですね、うん、でちなみに私が165センチだから、あ、ちょうど古代ギリシャ人比較というか、そうなんですよ。だからね、あの私が一番古代ギリシャ楽しめるんですよ遺跡とか行った時に目線とかが全部古代ギリシャ視点であるわけです。そうそう、建物の黄金比とか見た時、あ、見上げた時とかの、あと玉座座った時に、あ、ぴったりとかね物理的にも古代ギリシャ視点だったんですね。そう、体で楽しめるっていうのはねまあ本当にこう身長だとしたら相当高いよね、うん、やっぱりねで、まあ一言 This is Sparta と書いてありますね。 This is Sparta、 これこそ300の掛け声の一つっていうか、 This is Sparta つって蹴り落としたもんで、ね、死者はあ、なんかすごい深い穴に落としてますね。そうそう、井戸にね、井戸に落とした、あれ井戸やってたやってた、あ、こういうの歴史上でもやってたけど、あ、歴史上でもそういう描写がある。そう、歴史上にも描写がある。で、プロフィール2の方行くと、まあ、これスキルですね、しんがりの、矜持ですかね。はい、シンガリの矜持、はい、テルモピライの戦いにおいて発揮された力が技能化したもの、防衛戦、撤退戦など不利な状況であればあるほどに力を発揮するユニークスキル、うん、これはまあちょっとゲーム的な説明も多いんですが、はい、レオニダス自身がまあだいぶ防御系の設定で結構ゲームでも反映されてて、はいはいはい、スキルとかそういう能力が、はいはい、いやでもスパルタ人だったら防衛だよやっぱり。あ、防衛や、なんか攻撃的なイメージを勝手に抱いてたんですよ、そのスパルタ教育とか思ってたんですけど、なんか意外とその自分からガンガン攻めていくって感じじゃない。あ、全然ない、それはない、スパルタ人はとても臆病だから。臆病なんですか。臆病って言ったら対外的に外に行くこととか軍隊を動かすことにはすごく消極的で、軍隊何のために持ってるかっていうと、自国の中で反乱が起きないために、農民とか農奴とか奴隷とかの反乱が起きないように自分たちが強くなって軍隊を持っているっていう内部的な理由の軍隊の意味の方が強いから、それこそさ内部を抑えるために軍隊を持っているのに、その軍隊を外に派遣したらより危ないから、できるだけ外には出したくないっていう、うん、そういう軍隊なんだよね。割となんかそのスパルタの国内で収まってたというかまあでもそれスパルタすっごいでかいからそう、それ収めるのは大変だけどはい、はい、内部的な意味で、まあ、軍隊強くて、でスパルタ人は全員兵士でっていうね感じだったからな、うん、まあ多分テルモピライにおいて発揮された力っていうのは多分あれなんだろうね、あの、あ、
ちょっと待って、もしかしてテルモピライの戦いの話をした方がいいのかな。知らない人もいるかもしれないですね。確かに。そもそもテルモピライって何なんですかね。あのテルモピライの戦いっていうのはペルシャ軍があの海の向こうからギリシャに攻めてくる話の中で、まあ、ペルシャ戦争っていう一連の戦争があるんですが、その中にいくつかここぞという戦いがあったわけですよね。それこそ大阪夏の陣とかさ、あの有名な戦いあるじゃない、川中島とかさ、あれの中の一つが、まあ、テルモピライの戦い、紀元前480年の戦いなんですね。でこの戦いの時何がすごかったかっていうと、まあ、この戦いで一番名を挙げたのがこのね、デオニダス一世、スパルタの王なんですが、まあ、どういう風な経緯でここに入ったかっていうと、ちょっと話をすると、まずね、このテルモピライの戦いに赴く時にデオニダス一世にアポロンっていう神、アポロンの神から神託が授けられると。お前はこれから死ぬか、もしくは国が滅びるかであるっていうね、神託を受けるんですね。国が滅びるか、お前が死ぬか、どっちか、2つの道のうちどちらかを選ぶことができる。お前はどちらを選ぶか、さあ選べっていう、ね、神託が来るわけですね。まあ、当時の世界観だと運命が全て決まっていて、偶然は何一つ起こらない、全ては神々に惹かれた運命でしか決まらない、人間には何もできない、しかしただ一つ人間が関与できるのは選択の瞬間であると。あ、じゃ あの私は国を守りたいから、ここで私はもう死ぬしかないと。でそこで覚悟を決めて、このテルモペラインっていう、まあ、当時のすごくまあ重要な要の場所ですよね、まあ、それこそ川中島みたいなさ、ここ取られたらもう要所取られたら同じみたいなところあるじゃない。そこであのまあテルモペラインのところにまあ赴いていく。しかもあのその時には軍隊をたくさん動かせなかったので、自分の親衛隊300人を連れて、あの、まあ、他の町の人たちもいるんだけど、300人を連れてテルモペラインにやってくると。でそこでね、ヘロドトスの話ではあの敵は200万なわけ。200万 VS、まあ、スパルタ人300人で、他の町の人たち入れてもさ1万人いかないわけ。でそこでさ、ペルシャのさ石膏がやってきてさ、え、こいつら本当戦うのみたいな。300しかないわけですもんね。そう300プラス数千人ぐらいだから、スパルタ人確認しても。それでペルシャ王に報告しに戻ってさ、クセルクセスに、いや、なんかあいつらさ、あの1万人いないっぽいんですけどっつって、で、あ、そうみたいな、ペルシャ王が。ってことは、あ、本気じゃないから、多分しばらくしたらどっか行くだろうっつって、あの3日ぐらい待ったの。でもね、一向に毒気配がないわけ。で、え、何、あいつらマジでやるの、うち200万だけど、え、マジでっていうね、あのそんな感じなわけ。え、マジでっていう。で、ちょっともう一回行ってきて、あのどういう覚悟でいるのか見てこいっていうわけ。で、そうすると分かりましたっつって石膏が行くと、スパルタ人が何してるかっていうと、もうね、次の日戦いだっていう時にね、みんなでキャッキャウフグしてるの。あの髪の毛を言ったりとか、はい、あのみんなで、ね、かけっこしようキャッキャッキャッってやったりとかしてて、でそういうことをしてて、で石膏がおかしいなっつって、また戻ると、すいません、なんかあいつらなんかキャッキャッフグしてますっつって、でえってなって、どういうことなんだってすごいあの混乱するわけ、ペルシャ王が。でそこに進言してくる神下がいて、いや、スパルタ人っていうのはね、そういう人なんですよみたいな、戦いの前になって、あの髪の毛に櫛を通したりとか、あのみんなでキャッキャウフっていうするっていう、そういうような習慣があるんで、あれはマジの時のやつですっていう。あれは決して油断してるとか、舐めてるわけじゃなくて、本当に戦う気ですっていうことを言うわけ。で、ま、そう、マジでってそう。なんか一見違う文化の人かなみたいな、わけわかんないですもん。そう、何やってんのって罠かと思うし、そう、罠かと思うし、こいつら真面目にやってないと思うけど、いや、あれはね、最高にマジの時ですって言って、え、じゃあやるかっつってね、あのそこでまあ戦いが始まるんだけれども、デオニダスの戦略としては、そのテルモピライっていう10メートルから15メートルぐらいしかない狭い道のところで戦いをすると、そうするとペルシャ軍側の主戦力の騎馬隊っていうのが使えないから、あの槍の戦いとか接近戦の戦いに持ち込むことができると。なんでまあそこで持ちこたえるわけなんだけど、そこでね、どういう戦法を取ったかっていうと、みんなでこうファランクス組んで横に並ぶんだけど、あの一回逃げるふりをするのね。いや、逃げろっつって、敵に背中向きでわーって逃げると。でそこで追ってきたペルシャ兵が、待て待てって言った時に、せーのでガッて振り向いてザクッて刺すっていう、それで大体の連中を殺していくっていうね、そういうような戦法を取ってたから、これ交代戦術っていうんだけど、はいはい、なのでこの防衛戦撤退戦っていうのはその時のやつなんだろうね。そうだから、やってたやってたと思って、はいはい、交代戦術やってた。はいはい、うん、これめったにしないけどね、あと、はい、特殊な戦法なんですね。うん、ファランクス同士で正々堂々と戦うのが普通で、こういう、確かにちょっとなんか正々堂々となんかぶつかり合いみたいなイメージだったんで、なんていうんですかね、引きようとまでは言いませんけど、なんか変わった感じですよね。うん、
そうだね、なんとかここを守り抜いてその間に援軍を呼んでっていうようなねことを、まあ、やらなきゃいけなかったから、こういう戦術をやって3日間ぐらい持ちこたえたね、うん、だいぶ300人ぐらいです、ね、ああそうだ、スパルタ人300人で他にやる気のない定売人とやる気のない定売人投稿したあいつらとか、まあ他の人たちもいたんだけど、いたいた、いっぱいいっぱいいた、そのせい7000人ぐらいはいたはず、はいはい、だけど、まあ、中核になったのはこの300人ですね、はいはい、いやでもさ、もう3日目とか本当に壮絶な状況になってさ、はい、やっぱりさ300人では戦えないわけよ、200万人と。で、スパルタ人のさ槍はもうさ全部折れてるわけ、はいはい、で、もう槍を折れて使えないから、もう決死の覚悟で剣を抜くと、うん、でその後剣で戦ってたけれども、その剣も折れると。そうするとどうするかっていうと、今度は歯で戦うのね。歯で、うん、歯で相手に噛みついて戦ってたの、はい、スパルタ人が。でそれを見てペルシャ人があまりにも壮絶すぎてビビって、もう接近戦をしたくないわけよ。こいつらと肉弾戦したくないってなって、もう遠くからすごく矢を射るっていう。それでまあ治癒が消してしまったわけだし、今でもテルモプライのところにペルシャ軍が撃ったその矢尻がもう大量に出てきて。え、 あるんですか。あります、じゃあその矢でねえ、多分ね殺されたんだろうな、みんな。レオニダスたちがやられた。そうですね、実際にあるんですね、この矢尻とかが。あ、そうです、矢尻あります、胸が熱いですよ。歴史を感じるというか、わかる、テルマピライ涙なしにはいけない感じかな。涙なしにはいけない。そう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 。でこの話、いやごめん、私今すごくバーって話したけど、大体のね古代ギリシャ史の人で特に古典記の人って、はい、テルモプライの話が好きで入ってきてるのね、みんな。あ、みんな好きなんですね。みんな好き。それこそ関ヶ原の戦いとか壇ノ浦とかが好きでさ、あの辺りの歴史始めてる人って話止まんないじゃん、はい、止まらないですギリシャ史の人にテルモプライの話してって言われると、その人の語り口のいろんなテルモプライ聞かせてくれるいろんなテイストの、そういろんなテイストの、今私新宅から始めるっていう、これ新宅始めって言って神話寄りの人がやりがちな手法で、新宅始めっていう、なんかそういうあるんですかやり方が新宅始めってまず新宅があってっていうね、はい、で他のもっと軍事系の人とかはね、新宅とかの話をせずに、もう軍略の話とかもすごくしてくれる、はい、レオニダスが討ち死にして自己犠牲のように見えるけれども、これって戦略的にはどのぐらい評価できるかとかもね、結構話してくれる、はい、例えばその300人で行って後方部隊を全然用意してないとか、回り道があって最終的には絶対に囲まれて終わるはずだからそこを考えてないとか、あんまり戦略面では彼のことを評価できないっていうようなことを言う人もいるかな。なんかベストの選択が取ったみたいなイメージは僕の中で勝手にありましたけど、意外と穴があったという。いや私にはベストに見える はい、なぜなら新宅始めで言うものからすると新宅がまずあってって言っちゃうから、レオニダスの目的としては国を存続させて、そして後世にまでスパルタの栄誉を残すと、はい、もしここでペルシャ軍に私の国が蹂躙されたとしたら、ここでスパルタの栄光も終わるし、後世にまで私たちのやったことは残らないだろうと。だけれどもここで私が自分の命を投げ出して死にさえすれば、この私と共にスパルタの栄光というのは何千年先まできっと残るはずであると。だから私はここで死に必要があるっていう、そういう考え方なんですよね。なので今の現時点から見ると完全にそうじゃない、うん、だってレオニダスしか生きてないんだもん確かに、ああいう戦い方をしたからこそ、こう今でも語り継げられるっていうか、そうそれはベストですね。ベストでしょちゃんとそのそ思惑通りにみんな動いてる。思惑通りだよ、やっぱ信託通りでしょ信託通り熱いですね、やっぱりテルモピライは熱いよ、テルモピライでね、テルモピライってさ、テルモが熱、サーモのテルモだから、テルモピライで熱のもんだから、なんで熱のもんかって言われるとめちゃくちゃ温泉湧いてるんだよそこに。あ、そういうことなんですか。そうそう、あれ熱もんっていう意味だから、熱がいっぱい湧いてるよっていう温泉地帯の意味なのね、はいはい、だからさ今でもすっごい温泉湧いてて、テルモピライの天井を見ながら温泉入ると最高だからあーここでテルモプライがーって、熱っこいいよなんだけどつってやばいわってもう最高だよこれ。それは極上な、極上っすよ極上で、みんながそこで思い思いでは入ってて、レオニダスのことに思いを馳せてる観光客たちが観光客たちが別にそのスパルタ人たちが入ったかどうかっていうのは入ってないと思う。入ってない、そこ入ってないそんな時間ないと思う。温泉使ってる場合じゃないです温泉使うパッて場合じゃねえっつってうん、そう扱ったかもしれないけど、それは白に残ってなくて、ただただここでテルモピライあったねっていう感じで。なるほど、温泉入ればその熱を感じられると。そういうことよ文字通りの文字通りね、物理的に熱を感じられるよ
うん、そうですね、プロフィール3とかもちょっと言っていきますか、はい、レオニダスはスパルタの王として君臨したが、何しろスパルタという国家自体が基本的に脳筋を生み出す土壌と化しているため、なんという言われようだ知性には非常に苦労したとか土壌と化しているとまで言われてますけど、そうね、確かにな、やっぱりスパルタのイメージはもう力とか筋肉とか、はい、もうそういうイメージだよね、多分そうだと思います。そうだな、スパルタ脳筋エピソードいっぱいあって、あのあれだよね、壁を作んなくてそれは俺たちの筋肉の壁があるからみたいな話はしたはず城壁がないってことで、スパルタのそう、まあ、俺たちが壁だっつってねそれとか、あとはね、もっと物理的なところだとお金、スパルタの私たち銅貨とか、まあ、貨幣をより便利にしようと思うと、できるだけあのお金を軽くしていって使い勝手よくしようとするじゃないですか、はい、だけどスパルタと逆でお金を重くしていくの。あ、はい、でなんでかっつうと、お金に執着させないためとか、持ち運ぶだけで筋肉がつくとかそれは脳筋ですねそうそう、で袖の下を渡そうとした時にあまりにもでかすぎるからすぐバレるとか、はい、そういうようなことでどん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 お金を重くしていって、はい、鉄火っていって、どのくらいなの、1万円でも10キロくらいあるぐらいのレベルのだいぶバーベルみたいなやつですで金をバーベルにすることによって、みんなが力を持てるし、みんながお金に執着しなくなるし、みんなが袖の下を渡さなくなる、いいことばっかりっていうのがね、スパルタ。いや発想がすごいですね、違いと逆行してそれでさ、薬とかが欲しくてさ、他の国に行ってそのバーベルみたいなやつ持ってうおーって山登って隣の町まで行ってさ、はぁ、すっごい疲れた、すいませんちょっとこのバーベルでその薬買わせてくださいっとすると、向こうの人が何それいらないって言われる、絶対いらないですよ、いらない、いらないっつってそういうねことをやってたんだよね当時は。じゃあまあちょっと否定しづらいというか、否定しづらいね、やっぱりねこれねいやでもまあやることはやってたっていうか、アホではなかったと思うけど、うん、そうねなんかまあまあまあ勉強はしてたと思うし、音楽もやってたし、体育もやってたし、まあ哲学は禁止されてたけど、いやちょっと待ってこれやばいな、あんまりあんまりちょっと待って、あれ一応戦うこと以外のこともちゃんと生活ではやられてたというか、いや戦いのことしかやってなかった、やってなかった、うん、そう、音楽とか体育とかって、要するに最終的に全員でファランクス組むときに、せーのでこう合わせるための舞踊とかをやってるわけだから、そうそう、なんか朝組の時も確かそういう話がありました、そうなんかやばいな、やっぱ戦いのことしか考えてないこれでも強いよみんな、スパルタの人は強いよ、うん、で、はい、そうですね、ちょっと次の方も行きたいんですが、これが炎門の守護者って書いてあるんですけど、これは宝具ですね、はいはいはい、レオニダスの必殺技、うん、はい、テルモピュライエノモタイヤ、レオニダスの名を世界に知らしめたテルモピュライの戦いを再現するため、まず伝説の300人が召喚される、はい、テルモピュライエノモタイヤ、エノモタイヤって何かっていうと、ファランクスを組む時の最小単位なのね、要するに小隊中隊大隊、あるよね、師団とかね、旅団とかさ、軍隊の単位があると思うんですけど、その一番最小単位がエノモタイヤなんですね。でエノモタイヤってスパルタでは36人のはずだから、テルモピュライエノモタイヤってもし私が叫ばれた時に、あ、36人来るんだなって思うんだけれども、はいはい、まず伝説の300人が召喚されるってなるからちょっとずるくないって思うめっちゃ多いみたいな、なんか10倍くらいのやつ来るんだけどって相手的にはびっくりしますめっちゃびっくりするよ、これエノモタイヤじゃないじゃんつってあ、ちょっと待ってね、ごめん、その前にこれを言わなきゃいけない、まずスパルタのエノモタイヤは36人なんですけど、他のポリスだと1エノモタイヤは25人なんですね。25人で最小単位、はい、でスパルタは要するにその最小単位が他の国よりもちょい大きい、で36人だから、でなんだただただ多いだけじゃんって思いますけど、当時のファランクスってみんなで盾を構えて左手に、で右手に槍を持ってせーので突撃するから、はい、誰か一人でも呼吸が合わないと真ん中からその崩れていったりとか、途中から戦列が乱れたりするから、他の国では25人までがマックスでしかできない、25人26脚でいいのかな、はい、がスパルタだったら36人でできるってことなんですよ。あ、そもそもやっぱ人数多くなるにつれてやっぱ合わせづらくなるわけだから、そうそういうこと、それだけのやっぱ技術というか、そう鍛錬をしたというか、そうなの、こいつら俺たちが25人マックスなことを36人で同じことができて同じスピードでできるっていうのがまずすごいわけで、なんだろう、最上体が36だから、スパルタ人が1エノモタイヤで戦いに来るときには
こっちは2 N 重たいを出さなきゃいけないわけ最低でもね25人とか50人で戦ってようやくタイマン張れるぐらいだからそしたらこれだと300人来るからそう、まあ、10とか9 N 重たいやだからそうそうもっと用意しなきゃいけなかったじゃんってちなみにエノモタイアンの上は、ペンテコスティス50人体で、はい、ペンテコスティスの上はロコス100人だったかな、はいはい、なのでサンロコスぐらいの大隊を用意しなければいけなかったんだけれどもそう言ってくださいよレオニダスさんエノモタイアンじゃないじゃないですかってあの私の心の中の司令官がちょっとどうなってんだあいつらっていうことを言ったっていうだけでごめんなさいね気にしないでくださいすごい多いけどみたいないやあのエノモタイアンってもう一つの意味で一緒に戦った戦友みたいな意味もあるのねはいはい、はい、なのでもしかしたらその意味で使ってるかもしれないそうですねエノモタイアン多分そっちの意味合いの方が強いかもしれないですね、うん、多分そうだと思う、はい、だから、うん、あの時に一緒に連帯して戦った300人だから、うん、なんだろう分かち難い戦友も同然ゆえにエノモタイヤっていう風にね言ってると思うんだけどこれ読み間違えたら大変なことだもんどっちがニュアンスで取るかみたいなこいつは何人で来る予定なんだろうって炎門の守護者に、はい、宝具で召喚された300人はレオニダスとともに敵の苛烈な攻撃を耐え抜き一ターンごとに散っていくその間必ず味方が反撃してくれると信じているがゆえに、まあ、一応その宝具的な設定で言うと、攻撃に耐え切った人数が多ければ多いほど次のターン時の反撃のダメージがアップするというカウンター、まあ、ただ守るだけじゃなくてちゃんと攻撃もするという必殺技完全にあれじゃんスパルタ の, あのテルモペライの交代戦術じゃんそれねそう確かにそうですね言われてみるとそうですね交代戦術だよね、はい、やってたよ、はいでまあ、ちょっとせっかくの動画があるのでそちらも見ていただきたいと思います。え、増田さんスパルタのファランクス見たことある？いや、ないです。めちゃくちゃ強いよめちゃくちゃ強いよもう絶対30人いる絶対30人いるなこれああ分かったごめんあの見誤ってたわごめんやっぱり300人ぐらいいるわこれこれ300人300人ですから戦友的な意味合いの絵の持たれの方が強い、ね、強い感じだね、はい、そうですねいやという感じの、はい、宝具となってますありがとうございますあのファランクス見れてあの嬉しいです本当でちなみに今見てたゲームなんですけど実はアニメ版とかでもレオニダス活躍してまして、まあ、その時にさっきのテレモピアエノモタイヤの宝具を使うシーンがあるんですがそこで結構な掛け声というかう、まあ、その言葉を発するシーンがあるんですよレオニダス自身が、はいはいはい、そこで言ったのがなんかモロンラベモロンラベ、はい、ですね。これはなんかあれですか、歴史的に大事なワードというか大事なワードです。モロンラベ大事なワードです、はい、どういうシーンかっていうと、はい、まあ、そのさっきのテルモフライの戦いで、まあ、投降しろって言われるんですね、ペルシャ軍の方に、まあ、あんまりにもさ200万対300だからあのお前たちがどんなに強くてここまで前進したことは分かってる、お前たちが負けることは分かってるし自覚があるだろうと、だから武器を置いて投降しろって言われると、それに対してレオニダスが取りに来い武器を、あの今俺たちのところにこの武器を取りに来いっていう風に言って、それで最後まで戦うっていうシーンがあるんですよね。だからかっこいいシーンですね。それもじゃあもう象徴するワードというか、そうそうそう、お前が取りに来いっていう感じの強いですね。強い強い、あの今もね、そのテルモペライのところにレオニダスの像が立ってるの、大きい像が、はい、そこにモロンラベって書いてあるから取りに来いってね、まだ書いてある、かっこいい、かっこいいですね、それかっこいい、かっこいい言葉少ない感じもちょっとなんかいいですね。そうそう、あのスパルタ人はねそういうふうに教育されてて、はい、あの無駄話とか長話はダメ、はい、で、まあ、ラコニックフレーズって専門用語では言うんですけど、短く短くかといって凡庸にならない、なんていうか切れ味のいい短い言葉を発するっていうね。確かに切れ味、そう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 、ね、だから取りに来いはもう最高にそれ取りに来 い、すごいワードチョイスです、かっこいいっつってかっこいいもうかっこいいんだレオニダスはね、うん、本当にかっこいい。そうですね、歴史時代を代表する方ということで、ね、全員あの、はい、歌方と消えたけど残り続けた残り続けた、はい、一番残り続けてるよね、はい、で、まあ、プロフィール6は、まあ、その説明ではないんですけど、はいはいはい、本作においてレオニダスは喜んでマスターに付き従う優秀な護衛兵となる、世界を救うために君の盾として戦い続ける、ただし本人は認めたからないが、それなりに脳筋なのできちんと操縦するべきである。あ、そういう
はいはい、注意書きみたいな感じですか。ということは自分は脳筋と思ってないってことなんだね。あ、そうですね、はい、なるほどね。で、性格設定上スパルタ人の中では計算が多少できるというか計算、え、ちょっと待って、そこだけ詳しく教えて、ちょっと待ってください、うん、すごくこれ重要なこと重要なこと重要なやばい、うん、重要なこと言ってる今ちょっとレオニダスの発言、はいはいはい、もう聞いてもらえればなと思うんですけど、数学はいい、計算が正しかった時の満ち足りた気分。ああ、確かに今の、まあ、計算についてすごいなんか出たよ、ね、話したんですけど、だいぶなんか好きな感じの数学はいい、で計算があった時のなんか満ち足りた気分みたいな、その、ああ、なんで重大なことって言ったかっていうと、スパルタでは計算禁止なので、ああ、NG スパルタでは計算禁止ですやばい、待って、すごい脳筋に思われた今あの違うね、これちゃんと理由があって、あのまずね、スパルタという国家は算術って言ったらいいんだけど、算術禁止なの、うん、で、なんでかっていうと、まあ、そろばん使って計算するとか、何かこう計算で出すっていうのは民主主義的なやり方であると。で、我々がふさわしいのはスパルタ下等制で王政だから、王政がふさわしいのは幾何学であると。なので、あの算術はやめて、我々は幾何学しかやらないっていう、そういう法律があるので、ね、法律が法で定められる、リュクルゴスの法律っていう法があるのね、うん、だからスパルタ人は絶対に計算はしないはず、はい、で今言ってた感じだと、でも、レオニダスは計算をしているので、なんとなく今全体像から見ると髪の毛も短いし、結構スパルタの今までの風習を乗り越えていった人なのかなとか、うん、それに対して反抗したようなイメージをちょっと持った今で、あれだよね、自分は脳筋ではないって言ってるもんね。そうですね、一応インテリマッチョキャラではあるので、はいはいはい、インテリマッチョキャラなんだ。他のスパルタ人と比べると自分が他の人よりも戦術を考えられたりとかできるから王にもなれたみたいなニュアンスの発言があるので、はいはい、ああ、計算ができるので自分は王にもなれた、はい、ちょっと確認していいですか、はい、もちろんです、もちろんです。不確かなこと言うとちょっとあれなんですっごい計算に食いつくだって禁止されてんだもんスパルタで、 それのことについて好きっていうってことはどういうような人格なのかなと思ってて、ちょっとボイス流すときはまたヒントがあります、ね、ちょっとどうぞ。私が王に、いや、優れた指揮者になった理由？簡単です。スパルタには私以外に計算のできる男がいなかったからですよ。おお、これ確信じゃん。これ確信。あ、なるほど、はいはいはい、完全に理解した、はい、だから法律で禁止されていて誰も計算ができなかったと、はい、だけど自分だけが計算ができたので王になれたと言ってるんだ。そういうことですね。面白い、その考え方面白い。あ、ちょっといろいろ回り巡って彼自分のところに王位が来たからちょっと珍しい王位のつき方をしたんだけど、計算だったんだ。で、他の連中は10たす5とかが分からないっていう感じになってる。面白いねでもあくまでこれレオニダスの意見なので、まあ多分客観的に見たら計算できてないんじゃないっていう、ちょっと微妙なところあるのかもしれないやっぱり脳筋なのかなっていう多分ところあるので、ちょっと計算怪しいっていうね今のでやっぱり自分の国の法を破って計算をやっているってところを見ると、なんか髪の毛短いのもちょっと腑に落ちてきた。あ、うんうん、法律破るタイプで自分にとってはよりいいと信じてやってるタイプかなってちょっと思った、うん、そうです、まあ、革新的なことをまあやってるっていう感じですかね。なるほど、なんか今の見ててすごく脳筋が押されてたから、あ、いつものスパルタ人だなって思って見てたんだけどこの計算の話ですごく面白くなった。お、うん、計算を禁じられているところが、物語の中に入っていて、でも俺は計算ができるっていうところ でちょっとなんかひねりが効いて面白いキャラだなって思ったから一般的なイメージのスパルタとは、まあ、若干ちょっと違う要素が入った、うん、そうですね、この人なんで計算言ってるのかなって言って、そう、スパルタでは禁止だからすごいね、この計算っていうのはすごい大変なことなんですよ。重罪なんですよ計算ってその1ワードにそこまで食いつくとは思わなかったそうそうそう、普通の人